はい、皆さんお疲れ様です。ということでやっていきましょう。すいません、起きたら11時過ぎてた。びっくりした。ちょっとね一回寝ちゃおうと思って7時頃寝たら、まさかのこの時間で、もうびっくりしちゃったよ。遅れました。ということで、ちょっと夜なんで、だいぶ夜なんで、あんま聞こえ出せないんだけど、ですけど、ちょっとやっていきます。よし。頑張ってこの試合勝って、ね。明日に繋げましょう。びっくりしちゃったよ。まだ寝ぼけてます。ちょっと、まだ寝ぼけてます。夢かなって思うからやめて、そのボール球ヒット。なんで？もうショックだな。あー、でかっ。オッケー。やっぱインコース投げた方がいいね。あー、打たれっかな。ちょっと気楽に打たしてね。あー、まあ。あー、いい。これはいいべ。よっしゃー。よっしゃー。もう晩飯も、昼食いすぎたから腹減ってなかったんですけど、全くチョコパイしか食ってなかったね。チョコパイもう一個食べちゃおうかな。よーし。うわ、スピリッツこれ400上がってる。これはいいわ。変化量はそのままね。 OK。 だいぶゴリゴリだね。ゴリちょっとここからちゃんと打ってきます。これマイナスイッチや。と今取ったん。てかちゃんとして、マジで気楽すぎ。ちょっと待って、ここから集中していこう。寝ぼけすぎてやばい。マジまだ起きてまだ3分ぐらいしか経ってない。30秒盛りすぎ。強く振ってこう。強く、ここからしっかり打っていきましょう。よし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 。ああ、やっとヒット出ました。ここから真剣にやろう。よしよしよし。細川さんの特大ホームランよかったね。あれ言ったっけ昨日。ああ、よし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 。つなげ。ツーアウトからつないでいこう。いやー、強い。広角3連単めちゃくちゃ強いです。判断して。 OK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 。 フォーク攻めにシフトチェンジしてきたね。オッケー。制球乱れてる。今入れに来たはず。よっしゃー。野球はツーアウトからだよと証明する。ああ、スタンプミスってた。よし。ああ、ダメだ。準備して打たなきゃダメ。いいよねこの人、清宮さん4番で使ってて好印象です。現役オーダーを使ってるくせ者の私としては。これさ、このまま終わったらやばいね動画。いいかな。まあいっか。深夜、いや、起きて3分でリアタ、なんかそうもいかなそうな感じ。
起きてすぐリアタイしてみたってことで。いやちょっとやばいね。逆転はされたくないよ。逆転はされたくない。ちょっと待って、危ねえ。これどうしよう。これゲッツ取れそうじゃない。どうしよう。ボール球多いな。え、やば、めっちゃ押されてるやん。急にガチか。ミート落ちしたんかな今。どう思う。マジか、やられてんね松葉さん。どうした、どうした。いやでも貼られてたな今のツーシームは多分、だよね。だいぶ分かりやすい配球したと思うから。あー見るな、選球眼よろしくて。オッケー、これは打ち取れるべ。え、オッケーオッケーオッケー、よし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 、オッケー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 。今日も福永さんのさよならかな。オッケー、タイピンナイス。何でいく。いやー、いっていいと思うんだよな、ツーシーム。ああ、よし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 。ここ、高め見せますか、一回。ああ、今日、高め一回も見せてなくて。顔面から曲げる。よし、ああ、よし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 。強い、強い。タイピンチが強い。負けるわけにはいかないよと。あとは俺が次の回ちゃんと気張らずにやることだね。よし、 OK OK、 さよならしよう。いいよいいよ、よかった。ちょっとやる相手だったね、かなり。まあまだわかんないけど試合は。ただちょっと福永さんがいるかね。福永さんまで回せ、みんな回るか、回るな、次だ。ドラゴンズ同点で迎える最後の攻撃です。うわっ、入っちゃうと思ったけど。あー、完璧なチャンスメイクだ。鵜飼さん、福永さんが決めるための土俵を作ったね。あとは決めるだけ。ごっつぁんゴールだ。福永さん行こう、決めてしまいましょう、決めてしまいましょう。うん、あれフォークちょっともうちょっと落ちる、自分のイメージよりは。変化マイナス1ね、決めましょう。ああ決めました。何度目のさよならか。何度目のさよならだ。ちょっともう、よし、お風呂入ってきます。あー明日も仕事か。皆さん今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。